中国の003型空母が進水式を行ったことは、皆さんもご存知のことと思います。そんな003型空母は、福建と名付けられたようです。中国は太平洋のみならず、インド洋も虎視眈々と狙っているようで、油断なりません。ロシアと関係を持っているインドで、菅、引き際を見極めて、アメリカ側につく時が来たのではないでしょうか。今回は、中国空母を7隻保有論について、詳しく見ていきましょう。日本の周辺には、ロシアや北朝鮮、中国といった仮想敵国が多数存在している。北方領土問題、ミサイル問題、南西諸島問題など、解決しなければいけない問題は山積みだ。ロシアがウクライナに侵攻した事実は、世界が知るところだが、日本も各国に倣い、ロシアに対して経済制裁を行っている。日本に対して思うところのあるロシアだろうが、残念ながら、今のロシアに日本に構っている余裕などないだろう。つまり、北方領土の件に関しては、しばらく進捗が見えないと思われる。北朝鮮に関しては、通常の兵力面において、日本が厳重に警戒するほどでもない。しかしながら、北朝鮮の厄介な部分は、近年、ロシアから核兵器に関する技術の入手を進めており、新型の弾道弾や巡航ミサイルの試射を行うという核による威圧的な態度を崩さない部分だろう。とはいえ、現状、ロシアと同様に、北朝鮮も直接日本に軍事侵攻を行うほどの兵力を持ち合わせていないというのが大勢の意見だ。そんな日本の仮想敵国の中でも、最も厄介な存在が中国である。中国は、2022年6月には、純国産の航空母艦としては、2隻目となる福建を進水させる人し、軍事的な海洋進出を激化させている。この福建だが、これまで中国海軍が就役させてきた、遼寧や、山道といった航空母艦とは一味異なる。カタパルトはアメリカ海軍の大型原子力空母並みであり、早期警戒管制機の運用まで計画されているとのこと。つまり、戦闘能力が格段に上がっているということだ。加えて、中国はさらなる航空母艦の建造に着手しているようで、今回の福建が作られた遼寧州の大連の造船所において、4隻目の建造に取り掛かっており、5隻目の建造を海南島の造船所で、6隻目の建造を上海造船所にて計画されているようだ。以前まで、中国海軍の航空母艦は、4隻目の福建以降は、アメリカ海軍などと同様の原子力推進型となる可能性が示唆されてきた。しかし、現状において、この方向性がどうなるのかについては明確になっていない様子だ。これについて、中国共産党配下のメディアである、環球時報等の SNS 上において、原子力推進型の航空母艦のデメリットを羅列する表記も見られ、技術的な問題も抱えていることや、もしくは、福建の存在を正当化するため、通常動力に止まる、可能性もあるとのこと。どちらにせよ、中国海軍が現状6隻目までの航空母艦建造を計画していることは疑いようのない事実である。このような方針について、上海交通大学内の国家戦略研究センターに所属する専門家も、その流れを汲むような意見を述べていた。中国の鴻海新聞に掲載された意見では、まず、中国海軍は、6隻以上の航空母艦を保有すべきであり、その内訳は、1隻が、現練習用の遼寧で、艦隊として、北海1隻、東海、
及び南海に核2隻を配備すべきだと述べている。さらに、将来的には、インド洋に常設の艦隊を増設し、そこにも航空母艦を配備すべきであり、現在就役中の075型強襲揚陸艦も、簡易的な航空母艦としての運用を目指すことが重要で、6隻目の進水については、2037年度をめどに推測しているようだ。実際、6隻目の進水については、中国側からの見解だけでなく、他国からも寄せられている。福建が進水を迎えた2022年6月、カナダの軍事専門誌、ガンワボを務む評論が、電子版において、中国は6隻の航空母艦を2035年をめどに配備するとの記事を発表し、話題を呼んでいるのだ。興味深い部分として挙げられるのが、6隻目の進水について、中国の上海、交通大学内の国家戦略研究センターの予測より、カナダの軍事専門誌、ガンワボを務む評論の内容の方が、2年早いという点である。中国海軍が、航空母艦戦力の増強に力を入れている点について、ガンワボを務む評論は、中国海軍が台湾への武力侵攻を行うと想定した際、アメリカや日本がこれを阻害する要因となり得、それらを局所的に打ち破ることを頭に置いているためだと見ているとのこと。とはいえ、いかに中国海軍が軍備の増強を図ろうとも、現段階でアメリカ海軍は大型原子力航空母艦としてミニッツ級10隻とジェラルド・ R ・フォード級1隻を配備、運用しており、正面からぶつかった場合、力の差は歴然である。だからこそ、台湾海峡に限定した主導権の確立を念頭に置いているようだ。従来、中国海軍は、お世辞にも、遠洋への進出や戦力投射能力に優れていたとは言えなかった。しかし、航空母艦を6隻配備することにより、西太平洋方面まで進出する力を得る可能性があるとも言われ、そのために、少なくとも、6隻の航空母艦建造を進めているというわけだ。また、中国海軍は、遼寧を練習用の航空母艦として運用しているのだが、ここ最近、遼寧は、頻繁に、東シナ海の日本の南西諸島周辺海域にまで進出している。これは、艦載機の発着艦訓練を実施するためであり、その出撃回数は、アメリカの航空母艦並みの頻度に近づいているとのこと。もし、仮に、中国が、台湾に武力侵攻を行った場合、西側からの侵攻が、主なものとなることは、容易に想像がつく。だが、この、遼寧の活発な動きを見る限り、逆の東側からも、台湾への攻撃が、可能になる。つまり、あらゆる西側だけでなく、東側からの攻撃にも警戒しなければならなくなるのだ。だが、しかし、台湾への武力侵攻は、中国にとって、最終手段となると思われる。中国としては、台湾に、新中国政権を合法的に成立させ、内部から、中国の併合に向かうように、政治的な工作を行うことこそ、第一目標であろう。とはいえ、安易に、武力侵攻の可能性が薄いと決めつけるのも、危険な考えだ。実際、ロシアがウクライナに侵攻したという事例もあり、合理的に考えれれば、軍事侵攻によるメリットは薄いはずにもかかわらず、独裁的な権力を握る層が、何らかのきっかけで、こうした判断を行う可能性も十分に考慮しなければならない。近年の海軍を重視する中国の政策だが、この原案は、本来、1982年当時に、同国の最大の実力者であった、
鄧小平が海軍司令官であった劉化成に命じて行わせたものである。劉化成は、日本の九州から沖縄、台湾、フィリピン、ボルネオ島を結んだ線である第一列島線と、日本の伊豆諸島から小笠原諸島、グアム、サイパン、パプアニューギニアを結ぶ線である第二列島線を軸に、中国の海洋戦略を説いた。この海洋戦略とは、まず、1980年代から2000年までに、自国の沿岸防備を固め、2010年までに、第一列島線内の制海権を確立し、2020年までに、航空母艦を保有し、第二列島線内部の制海権を確立。そして、2020年以後、アメリカの太平洋、インド洋支配を行うと定義したもの。現状を考えると、中国が2010年以降の目標は達成しているとは言い難い。しかしながら、その方向性だけはしっかりと見据えており、現に中国海軍は軍備の増強を推し進めている状況だ。また、航空母艦建造においては、10年ごとに区切って見られており、遼寧の完成と、艦載来たる J1 後の運用、カタパルトを装備した中型クラスの航空母艦2隻を建造、大型原子力空母と、いわゆる第5世代機の艦載機化を目標とされてきた。カタパルトを装備した中型クラスの航空母艦に関しては、今回の復権により、おおむね達成できたことになり、やはり中国海軍は計画的に航空母艦の建造と戦略的な目標の達成へと奔走していることが理解できる。このような海軍構想を掲げていた中国海軍は、1996年に生起した第三次台湾海峡危機において、アメリカが差し向けたフォレスタル級、インディペンデンスとミニッツ級、ニミッツの両空母打撃群の前に退却を余儀なくされ、この一件から、さらに航空母艦保有を加速させた部分も否めない。世界で随一の大陸を持った陸軍国であった中国が、海軍重視の戦略に一変した要因、それは、やはり、台湾をめぐるアメリカとの攻防が最たるものであろう。さらに、1991年に国境紛争を抱えていた旧ソ連が崩壊し、その後顧の憂いが取り除かれたという部分も、要因の一つであったと考えられる。